帰ってきたタッチウッド。武豊騎手を背に皐月賞に出走し13着と凡走した後、その後長い間休養に出ていたタッチウッドですけども、ついに戻ってきましたね。10月31日から時計を出していたんですけども、ハンドとプールで調整されていますね。まあ、1年半ぶりになるんでね、どうかなと思うんですけども、本日行われた追い切りでは4ハロン53秒3、3ハロン38秒5、ラストが12秒3と、かなり久々ですけども動きはいいんじゃないかなと思いますね。しかも1週間前は同じくハンドで自己ベスト4ハロン52秒4と、かなり早い時計で調整されてるんで、まあ、いきなりでも走れるかなという、時計だけ見るとね、なんですけど、あと体ができてるのかどうかというところが気になるんですけど、まあ、新馬戦勝利後、まあ、間隔を取られて使われてる馬なんで、まあ、共同通信杯で、新馬戦の後は共同通信杯でしたね。まあ、その後、まあ、皐月賞と、まあ、まだ今回が4戦目なんでね、なんともまだ若い馬なんですけども、まあ、その共同通信杯は、まあ、4歳馬、まあ、レベル的にどうかというところはあるんですけども、まあ、その後ダービー馬になったタスティエラだとか、あと京都金牌に勝ったコレペチトールに先着してますんでね。まあ、皐月賞はちょっと気の若さが出て暴走してしまったんですけども、この長い休養がタッチウッドをどう変えたかですね。まあ、兄のノースブリッジが残念ながら脚部不安で長期離脱して、まあ、入れ替わるように復帰してきたタッチウッドですね。まあ、復活してほしいですね。そしてこのアーモンドアイカップですけども、ガイアメンテも出てきますね。押村君は武豊騎手ですね。まあ、ドウデュースに集中するためなのか、まあ、何なのかあれなんですけど、残念ながらどっちにも騎乗しないんですね。まあ、これは残念ですね。タッチウッドに乗ってほしかったんですけどね。まあ、でもドウデュースにかけて、まあ、このレースは乗らなかったのか、まあ、もともと、まあ、結構かかる馬なんでね、あまりもう乗りたくないっていうのは乗らなかったのか、なんとも言えないんですけど、まあでも、まあどっちかに、ガイアメンテもね、佐々木大輔騎手が、まあ2連勝してましたけど、まあ、ここは戻るならここかなと思ったんですけど、川野騎手でしたね。まあガイアメンテは春はパッとしませんでしたが、この一夏超えて2連勝中ですからね、まあ、こちらの、まあ、ガイアメンテもテンションが高くなる傾向にある馬で、まあ、佐々木大輔騎手とは馬があったのか、まあ、うまく騎乗してましたね。まあ、今回は川田騎手。まあ、ガイアメンテは今月2走目なんで、調教は、本日行われましたが、まあ、調整程度の内容でしたね。そしてこのレースは結構相手が割と揃ってますね。ゴールドシップ3区のコスモブッドレア。これが一番人気ですかね。これまあ、2連勝した後3着。まあ、東京より中山向きというような馬なんですけど、結構でも人気にはなりそうだな。あと、ルメール、キムテツコンビのオクタビアヌスとか、あと、まあ、東京に相性が良さそうな、スワブ・リチャード3区のショーマン・フリートとか、まあ、ジャパンカップ前の準メインですけども、これは熱いレースですね。まあ、しかし、まあ、ジャパンカップに向け、私的にはね、10レースはちょっとパドック待機したかったんですけど、これはどっちを見ようか迷いますね。パドック、ジャパンカップのパドックを見たいけど、まあ、このレースも見たいという、どっちを取ろうかというのはありますね。多分、まあ、10レースからパドックに行っても、おそらく見るスペースがないかなという気はするんで、迷いますね。ということで、まあ、ジャパンカップの前のアーモンドアイカップも注目したいと思います。